やあ、仮面の町に入れるんだってね。わかった。助かるよ。中身は割れ物だから転がったり吹っ飛んだりしない。仮面の町で武器屋をやってる人らしいんだ。よろしく。カイネはこういう仕事は受けるのか。面倒だからな。下着女は破壊するのが仕事だからな。お前から破壊してやろうか。サソリだな。拙速動物門胸郭はもうクモコウサソリ目に属する動物で、構造的にはクモの仲間だ。つまりどういうこと？敵だ、倒せ。わかった。アルテルアッチ来たぜ。ウランザ。アルテルアッチ。こんにちは。アテとズイさん、我が届せて。荷物は無事届けられたし。おお、イトソロチ。え、どうしたんですか？ああ、クケントに抱きて、ザ・ペルアとイキチ・タルタチ。チ・イラ。砂漠に一人でか。ハドクルチェ・テレ、来てして。うん、わかった。タクゾガイク。アルテルアチ、来たぜ。ウラヌザ・アルテル。アルテルアーチ来たぜ。どうしたの？血ざれて切ってて、イカれて決まったんだ。
それはお主が。ああ、通りか。ダサラ、トチリ、キーゼルガーと、セザワデとロート、サンギと僕に狼の毛皮を取ってきてほしい。通りだよ、オリ。わかった、引き受けるよ。どうさい、たくさん。ゼルガーと。伊豆さん、どうしたんですか。ザッサラってきて、サラッ、すみません、じいさん。僕の方でも少し探し、何か特徴はないのか。だ、じいやりたと来ていると行く、我が、た、アルテルアッチ北斎と吉。ウラヌタアルテルア。アトサタ。どうしたの。クトタンギョトスツデタンギョトオヤリザサテイセタイトタテオリヌンジ。うん、協力するよ。タクゾウが連れてしてしたいとデトギソジ。その曖昧な設定ケン、アルテルはできてたとかい。とってたらたいりだと。また変わった掟だね。まったく、なんという不合理な掟だ。買い物の品目一つ伝えられぬとは、愚かしいにも程があるぞ。まあまあ。お主は平気なのか。気にならないわけじゃないけど、何かその掟にも理由があるんじゃない。僕らにはわからないけどさ。急に物分かりが良くなったな。頭は大丈夫か。今のは褒めるところでしょ。アルテルア、ユーリスへいたぞ。ユーザ、助けたというか、泣くぞが行く。カイザだ、カイザムセと。なんだそれは。ザクタアラキ東洋リワグアルセッケ。落ちた。こんな高価そうなもの。知らん。ならば。ゼルガント、エルアトト、アトって、アル、トドたち、
毛皮のコートで浮気を許してもらおうってのはどうなんだろう。短絡的というか植物的というか。何を言ってるんだ。ただでもらえるんだったら嬉しいに決まってるだろう。世界が怪異ばかりであればシンプルで良いのだがな。世辞と受け取っておくよ。仮面の兵士になりたいっていうのは。おやリギチ、連れと。だって砂漠に。あだ、カシゼルガンザクシセタンダ。狼の巣だって。そわしてヘルアト生きちたれるさ。あ、待って。今の話が本当であるなら。うん、そうだね。まったく、若さゆえに愚かな行為を取ろうとする。そんなことない。町を守ろうって気持ちは立派だよ。立派に。カイネだって自分の村を守ったじゃないか。あれはどうした。下着女、口に砂でも入ったか。死なすぞ。見失ったみたいだ。狼の巣に行って。Thank you.
ゼルガード、まずは相手ダメだ、もう戦ってる。こゼルガン、まったく無鉄砲。僕は違うよ。ああよ、無事ついでに狼の巣を殲滅。ゼアザサクソザ油断せてゼルガンとで倒けるタサローザで、たら一度どだざゆと刑事三電池たとさらペルアート行きと伊藤さ鳥でさてちキロキンイだ行きとたくとうかんいや、僕はちょっと手助けしただけです。ええ色と茶器具ザウラヌザールトーカザとてサラペルアト、
狼の怪我は隠さるようにおれいて簡単に怒っているんでしょ。贈り物のことは滝幸あったえ僕が話を伝えるだけだよ。アチサラたちサタイクズサタイクズ上と最高地行くとでお手伝い聞く。こんにちは。オットサラ？うん。自分が悪かったので。はあ。とたるんだサラ。ギサラウワシタンテ来たせ。来ている。ゴロユリル来てハジオリウ。サタイとタサタオリンです来た。もう浮気なんてし。サラヤソロ。あなたてサタ。サラヤソロ。うわしかえきたせれよっとた。ユーリス H たったぞ。ああアルテルアチ来た。そう。何？カイザムとキテチ、イーラと恐竜を聞く。砂漠の井戸。イーラとデシタセ。それなら見たことあるか。ウタとタザレ、両竜来てクルタとデグ。カイザムセチとデグザ、よりの季節で。起きてにそうかか。いえ、か。そっか。ヨーリススター。それ、大事なものなんでしょ？だよーり出せで出さなカイザムワクトで阻害権人間すぐには変われない。ヨーリススタサラヤソロ。
お墓にしてはな、それにどれもあって
荷物はありがとう。最近は母さんのことも。お兄ちゃん、なんだ、本を読んでくれる？ああ、後でな。何かご用？武器の強化なら。ありがとうござい。何か武器の強化なら。ありがとうございます。Thank you.
いらし。待って。いらっしゃい。どう。狩りへ出る前には。またか。お庭を。きれい。どの仕事を紹介しようか。例の海岸の町の配達員からだ。依頼人の場所。いらっしゃい。毎度。大丈夫？と、はエミール。病気とかではないみたいね。目が見えない状態で走ったり転んだりして消耗したんでしょう。大丈夫？見え。ダメだよエミール。見えるんです。僕の耳がこの圧力。早く来たぞ。外だ。何が起こった魔物が襲ってきてる。おい、どういうことなんだ。説明は後で。みんなを早く。それから誰かよ、私が迎えに行く。お前も無理するな。はい、ヨナを。このままじゃ村が。こんな雑魚どもさっさと倒すぞ。ヤクラスニア、貴様らなど我らの敵ではあらん。避け切ってやる。雑魚ども、己を知れ。怪我人を図書館へ早く。攻撃の隙を見つけるのだ。分かった。
腕に一瞬隙ができるようだな。攻撃を誘えば生してる。再生する魔物、聞いてるのか聞いてないのかわからねえな。じゃあ、わかるまで攻撃するだけだよ。魔法弾を叩き込んでやればいいんだ。もしかして泳げるのか。ヨナには上に登るんだ。街はまずいぞ。図書館には行かせない。
じゃないか。え、怖いね。こいつ、あなたと俺と痛い目を見るぞ。聞かないんだったら聞くまでやればいいんだ。それは士気を鼓舞してくれておるのか、それともただの向こう見ずか。どっちでもいいさ、行くよ。しろ、図書館の方に向かっておるぞ。行かせない。あっちにはヨナがいるんだ。ケツ洗って待ってろ。このでなんだが言うでない。少しはマシな切り方を覚えたようだな。褒めてくれてありがとう。カイネがいると百人力だね。少しだ、押せ。このクソタレ。若力をここで見せずにどうするか、下着女。うるさい、やってやる。えい、図書館の中に魔物が。あ、ヨナ！エミル、体は大丈夫なの？こんな時に休めません。何のためにここに来たのかわからない。お前は突っ込んでろ。突っ込みません。絶対に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 突っ込んだりしません。あなたたちも僕のこの呪われた目にも意味があると教えてくれた。僕の閉じ込められた人生にも未来があると教えてくれた。皆さんが戦ってるのに出てなんてなれませんよ。エミール、無理はするな。アイネさんも気をつけてくださいね。あのクソッタレを倒しましょう。そうだな。これ以上魔物が入ってこないように。
やつ頭だけになってもまだ生きておるぞ。
ついにここを。久しぶりだな、城の所用。誰だ貴様は。我は黒の将、お前自身だ。何だと。城の所用、まだ思い出さぬか、我らの真の目的を。やるな、でたらめを言うでない。よほど思い出したくないらしいな。誰かを傷つけてしまうからか。そんなこと。バカバカしい。我らは魔王のために作られし書物、あの方以外を向く心など生まれるはずもない。魔王。思い出せ、我らが目的を。我らが目的は。白と黒、我らが融合し世界に魔物を解き放つ。融合し魔物を解き放つ。いかん、そんなの。お前が小僧と出会ったのも、封印されし言葉を集めさせたのも、全て我らが王の意志。我らが魔王。いざ行かん。我らのあるべき姿、正しき世界の姿へ。お前も我と一つになるのだ。一つ。シロ、このクソボン。来いね。このクソボン、肝心な時にわけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ロクスポ役に立たないんだったら巻き代わりに暖炉にぶち込んで本気で燃やすぞ、このクズ神。お前のその口は私たちに嫌味を言うためにあったのだろう。お前のその頭は私たちへの説教でいっぱいだったはずだろう。仲間を忘れて魔王がどうだのこうだのと眠たいことを言いやがって、ふざけてんじゃねえぞ。我は魔王のクズ神。我らは統合されたシステムであり、正しき楽園を取り戻すための書なのだ。我らが一つになることは世界の必然だ。正しき楽園。そうだ、そのために我らはある。行かないで、シロさん。誰。いいです、僕のこと忘れたって構いません。でも僕は忘れませんから。何があったって忘れない。シロさんがシロさんであることは僕が覚えてます。だからどこまでも追いかけて思い出させてあげます。取ってきてください、シロさん。おい、シロを止めろ。このままだとあの黒いやつにシロが取り込まれるぞ。黒いシロ、黒いシロ。そうだ、そのまま我と一つになるのだ。ついにこの時が来た。統合されし我らの力を見るがいい。シロさん。シロ。うるさいぞ。
白白と気安く呼ぶな。我が名は白の書だ。白さん。白。カイネ、お前はどさくさに紛れて役立たずだのクズ神だの言いたい放題であったな。小僧、また会えたな。白、大丈夫なの？その質問そっくりそのままお前に返そう。まさか我らは二つあって初めて一つになる存在のはず。知るか、我はお前ではない。我は我だ。そして我には仲間がいる。シロさん。頼りなく我が欠けたくらいで動揺する。シロ、誠に遺憾な奴らであるが我の仲間だ。我はこやつらと共に戦う、そう決めたのだ。シロ、真の記憶なくしたわけではあるまい。そんなに覚えておいてほしくば、ページの端にでも書いておけ。まずは周りの邪魔なやつから蹴散らすのだ。魔力が使えぬ。僕が何とかする。あとはお前だけだな、クロ。クロだ、知れ者が。ヨナ。
オナを返せ。いずれにせよ我々の手に戻ることになるのだ。すべてが。ヨナ、ヨナ、ヨナ。大丈夫ですか？ヨナ、これは血。どうやら私たちの乾杯らしいな。私たち、申し訳ないがこっちも限界だ。カイネさん、泣くなエミール。最後にこいつだけはちゃんと片付けてやる。エミール。はい。私は私を石化しろ。私の魔物が封印の礎となってこいつを閉じ込める。そんなこと。カイネ、いけない。そうです、ダメです、いきません。自殺行為だ。お前の力は仲間を守るためのものだろ。カイネさん、早くやれ。でももう扉を押さえておくのも限界だ。もう泣くな、エミール。負けるな、強くなれ。シロ、さよならは言わぬぞ、下着女。なんせお前は不死身だからな。ああ、そうだな。するでないぞ。
までもなかったな。犠牲者がまた増えたようだな。クソ、次から次へと。ここは危険だ。でもあなた起きて。村の中に魔物が入ってくるなんて。しかも甲冑まで着込んでおる。お前の村も変わったな。魔王のせいだ。もう5年か。妹のヨナが連れ去られてから5年、魔王を探し続けているが、未だ足取りがつかめないままだ。5年の間に世界は荒廃し、国門病で死ぬ人々も増えてきた。そして俺は魔物を狩り続ける日々を過ごしている。その戦いがいつか魔王につながることを信じて。ポポルが呼んでおるのだろう。ああ、飛んだ足止めを食らったな。